ちゃんおいで、はい、バックでおいで、じゃあもうもあちゃんバック、もあちゃんバックバック、はい、もあちゃんおいでバックで、はい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 、よかったよかった、はい、はい、じゃあ開けよう、もあちゃんドキボドキボ、これすごい興奮するでしょ、わかったわかった、開けるからさ、回収して、はい、もあちゃん回収して、はい、開けて、あと噛んでさ、やばい、そうそうそう、はい、そうじゃない、もう毎度のお約束だな、これな、はい、4月号です、わっかっ、たまらんミツバチハッチ、え、ミツバチハッチ、え、ハッチの女王やな、多分、あー、なるほど、すごいかわいい、あ、もあちゃん興奮してほら、あ、ひげ抜けた、ひげ抜けた興奮してひげが抜けた、後から、あ、はい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 、うわっ、今日もこれかわいい、見てこれ、かわいい、何が入ってるの、はい、じゃあ何が入ってるかな、女王蜂やって、あ、女王蜂ですか、なるほど、で自然流シャンプーとトリートメントだって、35種類のって書いてるね、まあ、東洋西洋ハーブ植物配合した自然流のシャンプー、はい、このシャンプーとリンスはまたね、ちょっとカラムの灰を低温で、はい、ラングは灰だから、ね、あ、ラングは灰、はい、豊富なタンパク質を多く含み、丈夫な体作りに役立ちますので、カリカリカリとした食感をお楽しみください、雑報読み、そうそう、大豆を丸ごとじっくり煮込んで、だって、フレーク状に、ね、仕上げましたって、この手のタイプはいつもあるよね、ご飯、あ、ご飯にトッピングがいいね、カツオスライス、減塩カツオスライスだって、静岡県の焼津市で、焼津港か、焼津港で水揚げされたカツオを厚切りに、あ、厚切りにスライスだって、だからふわふわのカツオ節の感じではないのかな、ビタミン B を多く含み、貧血の予防に役立ちます、だってフレークはね、後で両方、こっちが先らしいわ、はい、はい、じゃあそれは何だったっけ、それがラムランク、はい、ふんがふんがして低温でじっくりと乾燥させました、すっごい軽いもんね、あ、かわいい、あ、わかった、わかった、ちょっと待って、もう待って、ちょっとちょっと、ちょっとどうぞどうぞ、待って、ちょっと違うよ、おかわり、せっ、痛い痛い、あ、ちょっとちょっと、なんでそんな興奮、どんな感じ、はい、なんか、はいって感じ、めちゃくちゃ言うな、女王様が転がってるよ、もあちゃん、じゃあ次、それが何だっけ、スライス、カツオ、こういう感じのスライスね、うん、両手乗ってる、待て、おかわり、せ、おかわり、せ、痛い、あ、斜めっちゃ、はい、じゃあ、はい、ちょっとずつね、うわ、見て、よだれ、うん、すごいよだれ、もう見て、鼻水もちょくちょいもん、よだれも鼻水もすごいね、これぐらい、おお、いいね、いいね、の人形さん、ここに転がってはるけど、転がってはるけど、水でしょ、あれ興味ない、そんなこと言わないで、こちらね、はい、シャンプーとトリートメントですね、自然流トリートメントシャンプーとトリートメントコンディショナー、
で自宅でのねシャンプーの時にちょっと使ってみようかな。今日はこちらのドギーボックスさんでいただいたおやつね、2種類こちらのねラムラングとカツオのね削り節みたいなちょっとこう厚くスライスしたものですね。遊びながらね食べたいと思います。ちょっと細かくしちゃおうかな。薄いのと今度ちっちゃいのが出てきたからねこれも入れちゃおう。よし、ではスタート。あ、バックなのね。バックで入場。やっぱりラムラングの方があれが食べやすい。難しいねここね。あまじゃ。ここがなかなか難儀。あ、取れた？おお、よかったよかったよ。これまだまだしばらく続きそうだね。じゃあこの辺でまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。